はい、こんにちは、横山武史です。今日はメルマガについてお話します。メルマガ、メルマガについてお話するんですけど、これは何ためかっていうと、この間お話したように見込み客を集めて、そして教育するためだと。教育っていうか、一緒に共感を得てもらうための教育ですね。で、あなたはメルマガを持ってますでしょうか。メルマガ、これを持ってないんであれば、もちろんこれからメルマガじゃなくて LINE アットとかになってくるかもしれないんですけど、なっていきつつあるような気もするんですけど、まだまだメルマガが、使えるし、まだまだビジネスでこっちをやってる、どういうんですかね、LINE でビジネスっていうイメージはないと思うので、こっちもやっていきつつ、ただいろいろまだまだこれから進化してくると思うんですけど、メルマガはまだまだ使えますので、メルマガをやると。そして、メルマガをやってこういうところの教育をしていくということをやってみられてはどうでしょうか。メルマガいろんな会社がありますけど、僕は JCT さんっていうところ、本田健さん、そして前は神田正則さん、そして、望月さん、宝地図の望月さんとか、船井さんのところもそうだ、この間亡くなられました船井さんのところもそうだし、月新中谷さんの僕がご紹介というかお知らせさせていただいて、それをきっかけで確か入られてると思うんですけど、最近はインターネットのトップの方の人たちも他のところが悪すぎるのか、こっちをね JCT を使うようになったりとかしてますので、ぜひ、JCT を使ってまずはやってみるといいかと思います。いきなりお金がかかるじゃないかと思われるかもしれないんですけど、最初5、6000円とかじゃないですか、ね、1万円以下でできるし、僕学生の頃、大学生の頃メルマガ始めてますので、本当にお金がない時から始めてるんで、誰でも、あなたであれば、誰でもあなたであればよか、普通の社会人であればね、誰でもできると思うし、僕学生でもやってたんで、はい、お金がない学生でもやってたんで、まずはここから始めてみるということをやって、そして見込み客を集めて教育をやって、そして、何か販売したり、オフトインやったりとかいろいろしてみてください。以上です。あなたの情報、あなたの価値自体を伝えるものがメルマガになってますので、その価値をどれだけ深めるかはあなた次第ですけど、そこを伝えるためのツールが絶対に必要になるので、ブログとか何やらだったら街の姿勢のやつなので、こっちの攻めのメルマガ、反強制的に伝えることができるというものを使ってください。以上です。ありがとうございます。